はい、ということで本日は身の回りのアイテムを同じブランドで集めてみたということで、今回は大人気のビアベリーのアイテムでこう揃えて持つと可愛いんじゃないかなっていうアイテムを紹介したいと思います。今もここに先ほども見ていただいた通り並んでいるカバンと財布とキーケースをピックアップしましたので、それぞれ一つずつどんなアイテムかっていうのも見ていただけたらなと思います。はい、ではまずこちら、なんといっても一番の目玉アイテム、ビアベリーのクラッチバッグ M でございます。こちらビアベリーといえばこのダブルフラップが特徴的なんですけれども、このダブルフラップということで、この部屋が1つ目と2つ目で2つに分かれているのが特徴的なおカバンでございます。この1つ目開けていただいた方にはこんな感じで、手前側にちょっと小さなポケットがついております。このヌメ側のポケットなので、かなりこう革好きにはちょっとたまらない組み合わせなんじゃないかなと思います。で、後ろの方は前ポケットに比べて比較的ちょっと薄めなので、まあ、ちょっと携帯とかあとハンカチとかちょっとそんなに分厚くないものを入れるのがいいかなと思います。そして手前がこんな感じで、結構何も入れてない状態でもしっかりマチがあるのがわかるんじゃないかなと思います。こっちにもこういう感じでヌメ側のポケットついておりますので、まあ、2つ部屋が分かれてる上にポケットもちゃんとついてるっていう最高に使いやすいおカバンとなっております。で、まあ、こっちは結構マチがあるのでお財布とかキーケースとか、まあ、ちょっとこう厚みが出そうなアイテムを入れるのにおすすめです。まあ、文庫本とかも一応入るサイズなので、結構そういう本とか持ち運びたい方にもおすすめできるおカバンでございます。そしてこのボタンを閉めるところも、こんな感じでこう上からギュッと押すんではなくて、カバン本体の方ですね、こう指を入れてパチッと止められるような設計、ありがたい設計になっているので、なんかグイ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 ってカバンを押すダメージがかかるようなこともなく、とてもこう締めやすいデザインになっております。そして後ろにビアベリーおじさんがいらっしゃいます。このさりげなくいるのがすごく可愛くて、こう見た目はもちろんすごく可愛いんですけども、こういう後ろの普段は持ってて見えないポイントもあるので、すごくこうおしゃれさんだなセンスを感じるおカバンでございます。今ご紹介しているのはブラックなんですけれども、ブラックは唯一この金具もすべてブラックで統一されているお色味でございます。こんな感じでショルダーベルトもすべてブラックなので、結構こう統一して持ちやすいお色味のものになりますね。夏でも冬でも結構持ちやすいんじゃないかなと思います。で、まあ、このビアベリーのクラッチバッグ M を持っているならば、ちょっと合わせてお財布もビアベリーにしたいなってことで、おすすめなのがこのハッチバッグでございます。こんな感じで結構人気の2色を持ってきたんですけれども、このクラッチからこのお財布が出てきたらもうたまらなく可愛いので、ぜひこうセットで持っていただきたいなと思います。で、このお財布なんですけれども、こうやっぱりすごく人気なのでご存知の方も多いかと思います。特にこのグリーンのニューヨークレザーのグリーンとプエブロレザーのペトローリオのお色が人気なんですけれども、お色味の変化的にはこのペトローリオ、プエブロのペトローリオはこんな感じのお色に変わります。最初は結構青っぽいんですけども、使っていくと深緑っぽい雰囲気に変わっていくのが魅力のお色味でございます。そしてこっちのグリーンはですね、使っていくとじゃん、こんな感じでちょっと茶色っぽい深いお色味に変わります。これもガラッと雰囲気が変わるんですけども、皮を育てるっていうのがすごくこう目に見えて分かりやすいお色味なんじゃないかなと思います。
この緑のお財布は風水とかでもすごく金運が上がるって言われてるお色味なので、そういう理由もあって結構人気のお色味ではあるんですけども、老若男女問わず選びいただける色味となっております。でこのお財布一見なんかまあ普通の形だねって思う方多いと思うんですけども、ビアベリーはやっぱり一味違ったデザインが特徴的なブランドさんでございます。このハッチバッグはなんと、ここ前のフラップを開けていただいて、ここが小銭になるんですけれども、この手前ですね、このちょっとくぼみができているここなんと、なんとこの小銭ポケットの手前からお札を取り出すことができちゃいます。なのでこうお会計の時にパッと開けて小銭見て、あ足りないなと思ったら、ここからひゅっとお札を抜き取れるっていう、このそんなのありっていうデザインが魅力のお財布でございます。どういうあの仕組みになってるかと言いますと、このまま開けていただいて、こっちがお札ポケットなんですけど、この2つに分かれたポケットの外側、ここがこっちの小銭の前とつながっております。なのでまあこう千円札だけ外側に入れといて、1万円はこっちに入れるとかで分けていただいて、あちょっと小銭だけじゃ足りないわって時に、ここからスッと出していただけるようなデザインになっております。カードはこう左右に2つあるんですけれども、1つのポケットにつき最大6枚入るので、合計12枚入れることができます。でざっくりこう6枚6枚パッて入れるんですけども、取り出しやすいようにこう下にちゃんと指の切り抜き振り抜きあるので、ギュッと押して引っ張って使っていただけるようなデザインになっております。結構現金派の方にかなり人気なんですけれども、キャッシュレス派だけどこのギミックが面白い、このデザインが可愛いということで結構お持ちいただく方も多いお財布ですね。結構カードが多めに入るので、こうカードたくさん持っておきたいって方もすごくおすすめの形でございます。はい、ということでビアベリーのアイテム揃えて持ちたいもの2つ目がこちらのハッチバッグのご紹介でした。はい、ということで3つ目はお財布と、もう一個ヤビリで持っていただきたいなって思うのが、じゃん、こちらのキーケースでございます。はい、ちょっと2色ご用意しました。こちらのキーケース、こう片手でも持てるサイズ感なんですけれども、このクラッチバッグと見た目が一緒、ちっちゃくなった感じ、すごく可愛いアイテムとなっております。この中からこれが出てきたら、おしゃれってなると思うので、結構これも合わせて持っていただきたいなと思います。こちらのキーケースなんですけれども、ダブルフラップのデザインかと思いきや、これは一つのフラップとなっております。でこう開けていただくとこんな感じでキーリングが4つついております。そしてこのキーリングの後ろがこんな感じでポケットになっておりまして、 S 字のカラビナもついております。なのでまあ いらないよって方はこれは保管していただいて、使いたいって方はここにつけていただいて、リュックとかカバンにこうぶら下げて持てるようなキーケースとなっております。結構こうワイクとか乗られる方だと、こういうカラビナついてる方がすごくありがたいって方多いと思うので、こういう一工夫、この取り外しもできるっていうのがすごく使う人のことを考えて作られてるなって思いますね。そしてこのポケットの中にはお札とかを入れておいて忍ばすこともできます。さらにこのキーケースの
ポイントがありまして、このフラップ開けたところのこの下の部分、ここになんと紛失防止タグ、エアタグとかこの丸いタグを入れられるようになっております。なんとここがこんな感じで開いているので、ここからスッと入れ込んでここにキュッとはめるような感じですね。端っこはこう縫われているので、ここちゃんとこの丸いところに入れていただければもう勝手にスルスル落ちていくことはほぼないので、紛失防止タグをこのキーケースに収納できるというすごくありがたい構造になっております。革の種類もたくさんご用意ありまして、こういう可愛らしいちょっとピンクっぽいお色味でもご用意があるので、結構こうカップルとかご夫婦とかでこういう風にお揃いで持っていただくのもすごく可愛いんじゃないかなと思います。このクラッチバッグから出したら可愛いなとも思うんですけれども、この横にこうつけていただいてもすごく可愛いかもしれないです。こんな感じでミニバッグがこうついてるみたいな感じで、すごくセンスある使い方になるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はこのビアベリーのブランドで持ち物を集めてみたということで、カバンと財布とキーケースのご紹介をさせていただきました。これ以外にもお財布、他にも画像入り財布とか長財布あったりとか、キーケースのキーリングタイプのアイテムもありますし、カバンもこれのちっちゃいバージョンとかもたくさんございますので、ぜひビアベリーのアイテム商品ページチェックしていただけたらなと思います。では本日もご視聴いただきありがとうございました。